はい、ということで今日はねラーメンをしっかり作っていこうと思ってます。鶏ももを使います。鶏もも肉ですね。ちょっとさばいていきますね。どれぐらいいこうか。鶏ももはこれぐらい使いましょうか。 50g ぐらいかな。で、鶏ももをごま油でちょっと焼いていきます。で、今日使うラーメンはこのラーメン哲也ですね。ラーメン哲也を使うのでこれを先に茹でときますね。で、フライパンが温まったら鶏もも投入します。で、鶏ももは塩コショウで味をつけます。あとブラックペッパーね、弱火でじっくりいこうか。で、鶏を焼いてる間、ラーメンを茹でてる間にトッピングを準備しておきますね。で、鶏肉が焼けたんでちょっとね一回出します。鶏肉出した鍋に玉ねぎ打ち込みます。ネギも入れときます。で、ニンニク入れて、最近ハマってるこのラー油味噌ですね、これも入れます。で、ちょっとねきつめにしっかり炒めてあげる。で、ごまもねもう先に入れちゃう。で、この鍋に ラーメンについてたスープを入れてあげると、ラーメン上がりましたんで、このラーメンスープをねここに入れてあげる。で、仕上げにこの貝割れと焼いた肉ですね、これをね乗せてあげれば。で、鶏にはねお好みで七味をかけて召し上がってください。こんな感じでね、これで僕のねお昼ご飯が完成しました。さあ、じゃあね食べていこうか。市販のねラーメン使ってるんで、まあ、ラーメン自体はうまいはずなんですけど、まあ、ちょっとね麺から食べていきたいと思います。うまいね、うん、超うまい、まあ、まずいわけがないんだけどね。で、この鶏ねちょっと食べていこうか。うん、間違ってはないね、大正解。まあ、何が言いたいかというと、このねラーメンって、まあ、そのまま作っても当然美味しいんですけども、こうやってね一手間二手間加えてあげることでさらに美味しくなってくると。激うまだね。うん、複雑な味がした方が美味しいよね。ラー油とまあ、ネギと玉ねぎとか、まあ、いろんなものを入れた方が当然美味しいわけであって、煮込むとねまた味が煮詰まって濃くなってね濃厚になるし、見た目ほどねそんな味濃くないし、ね、キリン一番搾り。今日はね日曜日なんですよ。だから今日昼なんですけど、今昼からでも別にお酒飲んでもいいという僕の常識があります。まずいわけがないんだって。だってさ、そもそもこれが既製品のラーメンじゃないですか。で、この既製品のラーメンの上に焼いた鶏肉と塩コショウで味付けてね、で、ごま油入れてんだから、そりゃうめえよ。まあでもね、幸福度が違うと思う。ただのラーメン食うかこのラーメン食うかだと全然違う味がするから。
皆さんね、絶対ね、あの食には本気出した方がいいと思う。夏はね、やっぱりこういう暑いもの食べて汗出してね、行かないと。夏ってみんなバーベキューとか行くじゃないですか。日本人は夏はね、バーベキューのシーズンなんですよ。なぜかわかんないんですけど、暑い時にあの暑い気候の中、熱い肉を食べるという、まあ、謎の行動をしてるんですけども、やっぱりね、暑い時は熱いもの食べたいんですよ。そうめんとか冷やし中華とかも、まあ、もちろん食べるんですよ。冷たい食べ物もね、スイカとかね。でもね、やっぱ夏はやっぱカレーとかね、やっぱ肉、焼肉、やっぱ元気つけないといけないからね。いや、そういう意味で多分熱いもの食べて、で汗出して、過ごす人も多いんじゃないかな。キャンプの時期だし、ね、日本やたらキャンプが流行ってんだけど、なんで？何がいいの、キャンプの。いや、確かに魅力はあると思うよ。100円均一とか行ってもめちゃくちゃキャンプ道具とか売ってるんですよ。まあ確かにね、楽しいし、そういう動画も多いから見てるけどさ、キャンプか。まあでも焚き火の動画とか好きだな。一人でキャンプ行くのが流行ってるんだよ、日本は。一人で、一人キャンプ、車中泊とかね、レジャーとして定着してる。まあいつかやってみたいなって思うけどな。でもな、ちょっとチャレンジですよね。特に車持ってないといけないし。まあみんなね、考えて楽しさを見つけてるってことですね。ということで終わっていきたいと思います。30分ぐらいで作れますんで、よかったらね、あの挑戦してみてください。市販品のラーメン買ってきたらすぐできるから。今回も見てくれてありがとうございました、本当に。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。これがループするループするよどうしよう。